メッセンジャーボットの、それをちょっとテーマにお話をさせていただくんですけども、でここにリンク先を入れます。外部のサイトにリンクする場合はここに入れます。ウィジェットがいっぱいの場合は、要はあの無料アカウントは5個しか作れないんで、作りすぎてる場合は作れないです。だから一番最初に3個もうできてるやつは、最初に3個のやつを消しとく必要があります。まあ LINE からメッセンジャーボットのリンクを貼ってみて誘導してみたりとか、どこから何人そのリンクをクリックしたのか全部わかります。でその人がどこから入ってきたのか全てわかります。ですでに登録している人であったとしても、どこでアクションを起こしたか全部わかります。このメッセンジャー広告っていうのはデフォルトで別にメニチャットとか使ってなくても、もう Facebook 広告についてるので、メッセンジャー広告っていうのが、それを使えば登録させることができます。メッセンジャーに登録させることができます。メッセンジャー広告用の広告タグを作ることができます。はい、これをちょっと専門用語ですけど、 JSON アッドっていう機能があります。これ有料版なんですけど、で、今 Facebook の広告で出してるメッセンジャー広告っていうのは、ここのボタンをクリックしたされただけじゃ登録されません。この人は B をリンクをクリックしたときにすでに登録されてるんですけど、 B のクリックをしたときに違うメッセージを送ることができます。で、今このセンドメッセージ、オープンウェブメディアとか、まあ、コールナンバーとかいろいろあるんですけど、まあ全部説明すると、このセンドメッセージっていうのは、これをクリックした後にもう一回メッセージを送ることができます。グロスで、じゃあニューグロスツール、はい、ニューグロスツール、これをクリックするとこれが出ますね。上からここです。これこのリンクマークがついてるやつです。はい、これクリックします。1時間後に設定したりとか、登録後、まあ、4時間後に設定したりとか。ここで今もうテストってあるので、もうこの人には自動、この人は自動的にこのステップメールに入って、設定した1つ目2つ目3つ目のメッセージが自動的に送られる感じになります。